玉秀玉秀は東京都中央区日本橋にて江戸時代中期から営業を続ける老舗鳥り料理店。現在の店舗は日本橋人形町一丁目に所在する。旧屋号は玉。親子丼を考案した店であり、平日の昼の開店前にも大行列している店である。現在の代表者である山田幸之助は創業者山田哲右衛門の子孫であり、 二代目、鉄の進む、三代目、鉄の助、四代目、善次郎、五代目、秀吉、六代目、内次郎、七代目、孔子の後を継いだ八代目にあたる。多くの老舗がの木を並べる人形町界隈でも、昼時の行列は一際目を引くものがある。特に、大安、犬の日は、水天宮からの人の波で、さらに長蛇の列ができる。小説家、 谷崎純一郎は随筆、ふるさとの中で戦後復興期における当店の様子を次のように書き留めている。向こう角の瀬戸物屋だった店が佃谷屋になっている。鳥屋の玉秀がそこの2階で営業していると聞いていたが、今はその角を西へ曲がって、大体昔の位置に近いところに引っ越している。今もある玉秀は私の家から東へ行き、 二軒目のところにあって、美味しい柏屋だったので、食べに行ったことはないが、指示を取り寄せて食べた。ありがとうございます。